皆様お元気ですか秋の食用場クッキング本当に誰にでも手軽にできるというところでもう年を重ねることを喜びとしているマキキバーバクッキングですでは今の食用場としては秋から夏から秋そして冬へということで体の自律神経を整えなくてはいけません。 天高くうまくゆる秋とか食欲の秋実りの秋なんて言ってる時に気をつけなきゃいけないのは肥満と胃腸の不調ですまた肌荒れ呼吸器気管支天高くということで空気が非常に乾燥してくる時なのでそういう意味では大腸と肺を養生しなくてはいけないというのが秋です。そして 読書の秋って言われる時に夜更かし睡眠不足冷えそして低体調腸の動きが鈍って便秘になりやすいなどという不調が出やすい時です。さあ皆さん乾燥した空気と朝夕の冷え込みでは非常に咳き込んでくる気管支炎喘息、皮膚の,あのカサカサ 髪の毛のパサパササみたいな感じですねそして特に今マスクをしていますけれども鼻水が出やすいそして皮膚の乾燥によってマスクの後ろの耳のところがかゆくなったりそれから鼻水が出やすかったりで喉が渇いていることに気づかなかったり乾いているそしてコロナではなくインフルエンザにかかりやすくなったり。 なんていう季節でもあります皆さんこの季節陰陽五行この理論は自然界のあらゆるものに適用されますけれども食用上にも適用します中医学では56世紀ごろ日本に渡来して「陰陽五行」っていうのが伝えられましたけれどもそれを土台にして日本独特の伝統医学漢方医学が 十七世紀頃にはもう体系化してきました。で、その時に秋のところを見てみますと。秋は肺と大腸。で、食べ物では辛いもの。穀物ではお丸麦、押し麦、ハト麦などがオッケーだよ。っていうことが、そこには出てきます。で、東洋医学。漢方医学では。明治の政府が西洋医学を。 採用することによって約100年ほどあまり勉強されないで過ごしてしまいましたけれども皆さん2009年に漢方薬を外説できるようにすることということが付け加えられてから漢方医学というのは非常に見直され研究され始めました。玄米酵素の 顧問のお医者様でいいらっしゃいます佐伯先生も富山医科薬科大学今の富山大学の和寛薬研究所の責任者で最高責任者であらせられました。でそういうことで秋の食用場っていうのは肺と大腸を大切にしたい。ということで辛いものネギ大根唐辛子生姜 ここには書いていませんけれども玉ねぎにんにくにらそういったものも加えて大丈夫ですおすすめはパンよりご飯。パン食は1日に1回は食べる人っていうと日本人で35 39%ということが統計で出ていますけれどもこういう方々の中に肥満が増えていくこともあります 欧米化した食生活で1976年から2006年の30年間で肥満が倍増しています。なぜか内臓脂肪ですね。飽和脂肪酸が増加したことそれで糖尿病が増えたり大腸がんの死亡率も上がるまた乳がんの発生も高くなる。 リスクが上がるということで私たちは食事の欧米化の陰に病気の増加という非常に嫌なことを含んでいますところがご飯にするだけで栄養効果と解毒効果がすごいアップするわけですですからフードと食生活が体を作るといった時に私たちはお米を捨てることはできませんどうぞ パンよりご飯になささってくださいねそこで手軽に食べられる北海道玄米雑穀をご紹介しますこれはたくさんの穀物を玄米モードではなくて白米モードでおいしく炊けるというわけでこの白米モードで炊きますけれども中に黒米なども入っておりますので写真の 左側これお釜で白米モードで炊いた玄米雑穀なんですけれども小豆が入っていたかのように少し紫色っぽい色をしています。これを私は一度に作ってもう4袋6袋と白米モードで炊いちゃってそれを小分けにしてこれ1包 50g です。小分けにして そしてお料理に使ったりそのまま使ったりと活用しています冷凍庫で保存できますのでとても便利ですさあ皆さん今日ご紹介するお料理はこの一包み 50g 冷凍庫に入れていた北海道玄米雑穀の炊いたものを利用してみます一番目は炊きたてのおむすび ラップに包む前に 100g をだいたい基本量として作りますそれから小豆の代わりに雑穀かぼちゃを作ります3番目はファスティングにもお腹が空いて肥満防止にも非常に便利な雑穀のスープ。そして 皆様に今日は絶対おすすめしたいのが肉味噌ですこの肉味噌は冷凍にしておいた玄米雑穀一包みで作ることができますが5番目にマーボーナスにしたり根菜のきんぴら風にしたり温野菜の混ざえを作ったりできます。私はそその他にタコスス風ライスを作っったりそれから食といって サラダナやちしゃレタスなどにこの肉味噌を巻いて手づかみで召し上がる食べるっていうのもやってみます。でこういうお野菜を使った時にンパが少し残ったらすぐ前回ご紹介しましたもずくの酢漬けと同じような容量で残り野菜の酢漬けを作ります。そして DHA EPA 十分に取れるよというおすすめサバ缶を使ってマリネを作りますサラダを作りますそれとピノコとジャガイモで簡単にサラダを作っちゃいます皆さん私たちが本当にこの何か一つお料理をすることによってたくさんのレパートリーが広がっていくこれがいいのではないでしょうか家庭にある食材を いいいいに活用していきたいと思いますコロナ時代ですから保存がきく食材ということで今日は入れてみました皆さんにお写真と説明だけでご紹介しますけれども北海道玄米雑穀のおむすびで大体いい一つのおむすびは炊きたての北海道玄米雑穀を 100g を利用して 私は中に梅干しを入れるのが好きですでもいいいいいろいろ入れていいと思いますねでこれは1つがたったの 100g で普通のおむすびより量的には少ないんですけれども食物繊維が多くて腹持ちがよくダイエット効果が期待できるということだけじゃなく血糖値の急上昇を抑えたりコレステロール これはガンマオリザノールが捨て去ってくれたりといいことづくめなので玄米を炊くより手軽に炊ける北海道玄米雑穀を炊いておむすびを作っておくのはいいかなと思います添えてあるのは夏たくさん採れたきゅうりを一度塩につけてそれからお味噌に漬けた味噌漬けです 北海道玄米雑穀の一包 50g を使って冷凍にしたものを使ってかぼちゃで煮ますが小豆よりも食物繊維も増えるしでんぷん質が少なくなりますしギャバやが、まあ、オリザノールが増えたりしていいことずくめなので小豆を煮るのはたくさん大変でも。 冷凍にしておいた玄米雑穀を使うのは非常に簡単なのでぜひ皆さんお試しくださいおいしいですよ次に体を温める一杯の材料をご紹介します一包みの玄米雑穀玄米お茶を3カップですこれ4人分で作ってそれとネギが少し見えますちょっと真ん中でネギが見えてますね お豆腐と生姜こちらが基本ですで、だし醤油は元気クラブにありますけれども添加物が一切ないので非常に健康的ですで、ダイエット効果を期待したいとか小腹が空いているからっていう方はプラスわかめきのこざんまいごまこういったものをプラスしますそしてできた スープ1人しかいなくても4人分ぐらい作って冷蔵庫に保存しといていいですね次の日とかその次の日も2日間ぐらいは大丈夫です。これで肉味噌の作り方は十分に実習していこうと思いますがこれが材料でそして出来上がった。 ものを使ったマーボーナスこれは根菜のきんぴら風です温野菜の混ぜ合えとっても簡単ですあり合わせの野菜何でもいいです今回はもやしと緑と赤のピー,ピーマンですけれども ニラでも小松菜でもキャベツでも人参でも玉ねぎでも簡単にお水を少し使って蒸し煮みたいにしてお皿に広げたらそれを肉味噌をかけて混ぜていただくっていうことです。残り野菜ののけ一番ビタミン、C、を含んででいいるというので 元気シいというのを今回使いました。玉ねぎや人参を一番左端のは一緒につけています。次はレンコンですが。レンコンを薄切りにして、さっとお酢を加えた熱湯で茹でてからつけてあります。その次が紫玉ねぎ。濃い紫色は。 紫キャベツって結構千切りにするといっぱいカスっぽく出てくるんですけれどもそれを捨てないでつけておきました。というわけでこれを使ってサバ缶のマリネ風きれいですよね彩りも。でもう一つはお鍋にきのこざんまいとじゃがいもを入れてお塩少々で蒸し煮をしてそして酢漬け野菜で 和えたものその時にサラダ風にしたかったので混ぜたのがこういうドレッシングに生で食べるのに最上級の油「元気クラブ」でやっぱり売ってるんですけれども北海道産100%で N3 系のリノレン酸が多い生で食べるのに一番いいオイルということになります。皆様どうぞ簡単に おいしく食べて元気に秋から冬の備えをなさってください今日はどうもありがとうございました